着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。ならもう少し依頼を探してみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリ、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。ほんとごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びにどうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。まあ見てみてよ。1番と8番か。なんだろう、ちょっと行ってみる？よせ！来る！待て！おとなしくしろ！離しやがれ！シラのいるから！黙れ地ネズミ！どうしたの？シラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マーコーロの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな。礼だ。ありがとう。行こう。私たち巻き込まれた。軍相手によくふざけるあいつ。いたた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 。もうけな。腕がもうけな。そんなに引っ張るなって。あそこに隠れよう。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだよ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのプロデューサーか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん。クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。ああ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。貴様、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。そこ、敵だ。行くよ。終わり。そこ、抑え。当てる。これでどうだ。ここだ。畳みかける。あ、なんだ。どうしよう。口を封じる。おい、おい。ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよう。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただのごめん、話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。大人っぽいの。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。